コのビターナ、リストロヌドレ、シロバウマチカ、チーズソース味です。揚げ麺に粉末スープがついています。麺は細く若干の気泡感があります。お湯を注いでから7分待つ指示がありますが、5分ぐらいで食べても大丈夫です。スープはチーズをお湯で溶いたような印象です。ただしドロドロした粘性はありません。塩分は結構強いです。意外とチーズは複雑で癖のある香りがします。決して単純な味ではありません。同じチェコのチーズ味ヌードル5365ノールよりは製品としてまとまっているように感じました。一瞬チーズフォンデュに即席麺を絡めて食べているような錯覚に陥ります。